私は奏、女子高生。ふぅ、すっきりした。ここはソプラノ学園、日本一のお金持ち学校である。あれ、トイレ掃除中だって。こんな時間に。こちらはお金持ち令嬢のエリカちゃんとカリンちゃん。お金持ち学園とはいえトイレは普通です。かなで、あんたが掃除してんの？貧乏人がトイレ掃除って似合いすぎ何を隠そう、我が家は超貧乏。洋式トイレにしたい。リフォームするような大金うちにある？そんな私がなぜ金持ち学園に通っているかというと、目指せ玉の輿。うわ、くさい。こっちに来ないでくれる？これだから貧乏人は嫌なのよ。臭いのは私じゃなくてトイレだもん。あ、この雰囲気はソプラノ少年団様。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。お金もあれば見た目も抜群。トイレ掃除は多分できない。少年団リーダーアルト君。トイレ掃除？はあ、何それ。俺が使うトイレが汚れるわけないだろ。上から目線の俺様御曹司。トイレの神様っているでしょ、それが綺麗にしてくれてるんだよ。ほんわか癒し系王子成田君。現実的に考えろよ、トイレが自動機能で掃除してんだ。クールなイケメンカエリ君。最後はキングオブマネーカジノ君。トイレットペーパーがなくても安心して、これ使ってよ。だね。あ、また奏がトイレ掃除してる。汚したのか。我慢できなかったんだろう、小学生じゃあるまいし。違うわよ、最近毎日奏が3階のトイレ掃除してるよね。毎日漏らしてんだろ、明日も見に来てやるよ。そんなことしか言えないなら来ないで。確かに奏が毎日掃除してくれてるよね。奏が自主的に掃除してくれているぷに、みんな感謝するぷに。ぷに校長、本当にありがたいよ。いつもありがとうね。え、いや、そんな。いやいやいや、なんで貧乏人がチヤホヤされる流れになってんの？チヤホヤされるのは私の役回りなのよ。ソプラノ学園が奏みたいな貧乏人を受け入れて、しかも感謝するなんておかしいでしょ。何より少年団様が明日も奏に会いに来るってどういうことなのよ。最近毎日会いに来てるってこと？私には会いに来てくれないのに。キー、学園トップの令嬢であるこのエリカ様を差し置いてどういうことなの。みんな騙されないで、貧乏人が使うからトイレが汚れるのよ。貧乏人と同じトイレを使うなんて嫌。奏は今からトイレ使用禁止よ。でもここのトイレ掃除は誰かがしないと。はいはい、私がやるわよ。褒められるべきは私のような霊長なんだから、やってやるわよ。エリカちゃん、トイレ掃除できるの？まさか私のことバカにしてる？あんたができて私にできないことはないのよ。いくつか洗剤混ぜてかけるだけでしょ。混ぜるな、危険。はいはい、ちゃんと掃除機もかけるから。感電するよ。分かったらさっさとトイレから消えなさい。エリカちゃんの勢いに押され、私はトイレを出るしかなかった。そして翌日。おーい、かなで、今日は我慢できたかな。お札ならおむつ代わりにもできるかな。お前ら時々デリカシーがどっか行くよな。アルト様。エリカ、3階トイレの掃除は貧乏人に代わりエリカが担当することになりましたので、ご安心ください。掃除を代わってあげるなんてエリカちゃん優しい。お金持ちなのに家事もできるんだね。トイレ掃除できるとか尊敬なんだけど。それほどでも。少年団様もどうぞエリカをお褒め。つまんね、帰るか。明日からこの時間どうする？お札おむつの研究しようよ。お前ら正直すぎだろ。俺も同じ気持ちだけど。なんですって。一方の私は、よし、誰もいない、今のうちにトイレ。あれ、もしかして奏トイレに行こうとしてる？見つかった。エリカに言いつけちゃおっかな。エリカちゃんの命令を破ったのがバレたら、貧乏人がエリカ様に背くつもり？お仕置きしないとね。次は何をさせられるの？あんたたちどういう関係なの？結局トイレは我慢して次の授業が始まった。結構やばいかも。ねえエリカ。何？奏でモジモジしすぎじゃない？あらら、もしかして
私いいこと思いついたかも。先生、質問があります。フライとジャンプの違いを教えてください。ああ、それはイメージしやすいように実演してほしいです。奏に。私？そうか、じゃあ奏よろしく。なんでそうなるの？まずフライは飛行機みたいに空中を移動するイメージで。ほら奏、動いて。座っていたい。次にジャンプ、シンプルにジャンプだな。ほら実演。お腹に響く。ダメ、ここでは絶対にダメ。今諦めたら全てが終わる。数時間後、バイト先のタピオカ屋さんにて。お仕事始まる前にすっきりしたくのやさん。彼女はバイト仲間のハルちゃん。入ってまーす。しつこいな。入ってるのやさん。入ってるって言ってるだろ。ガーンって奏で、どうした？トイレ行きたい、トイレ行きたい。神様、仏様、トイレの神様、お願いします、お願いします、トイレに行きたい。ああ、早く入るのやさん。なんとか間に合った。その日の夜、家に帰って母親に思わず愚痴ってしまった。このままじゃ病気になっちゃうよ。なるぐらいなら漏らしなさい。やだよ。大丈夫よ。だって奏はいつもトイレをきれいに掃除してたでしょ。神様がちゃんと見てて助けてくれるわ。トイレの神様ってこと？でも会ったことないよ。うん、だからね、見つけたら絶対捕まえるのよ。二度と逃がさないわ。神様、そんな扱いでいいの？翌日、トイレの神様に会えるわけもなく、試練の一日が始まる。おはよう、奏。で、今日も楽しくなりそうね。しんどくなりそうな予感しかないよ。はい、これあげる。お茶の中でも高級と言われてる玉露の緑茶よ。いいの？ありがとう。持って帰って大事に飲むね。お母さんも喜ぶよ。誰が持って帰っていいって言った？え？今飲むのよ。いや、そんなに喉乾いてない。全部飲んでね。全部？無理だよ。え？私が恵んだお茶が飲めないっていうの？そんなこと言っていいの？お仕置きされたいのかしら。大量のお茶を飲むのがすでにお仕置きなんですけど。しかし、貧乏人の私が美人霊嬢で人気者なエリカちゃんに逆らえるはずもなく。その後、すぐに一限目が始まってしまった。すでにトイレ行きたい。放課後まで絶対持たないよ。どうしよう。こうなったら最終手段。その頃、一部の人間にしか入室が許されていない特別なトイレでは。ふぅ、ただいま。あれ、奏来てたんだ。どうしたの？それが全然わかんねえんだよ。さっきからもじもじしてるだけで用事を言わない。恥ずかしいの？恥ずかしいけど、だからもじもじしてるわけじゃなくて。だから何なんだよ。漏れそうだからトイレ貸してなんて恥ずかしくて言えないよ。腹が減ったのか？食え。欲しいけど後で。後って何の後？ああ、先に水分補給かな。違う。もしかして青春したくなったとか？いつでも僕が相手になるよ。違う。もう、おい成田、やめろ。成田が相手じゃなくてもいいだろ。俺がやる。ダメ、今は触らないで。だから何なんだよ。その後、正直に話して無事にトイレにたどり着いた。数日後、例の3階女子トイレでは。なんか臭くない？エリカちゃんが掃除担当するようになってから匂うよね。ちょっと、私が掃除サボってるとでも言いたいの？あ、エリカちゃん。ちゃんとやってるわよ。言いがかりはやめて。ごめん、そんなつもりじゃ。ほら見てなさい、こうやって掃除してるのよ。ねえねえ、トイレットペーパーを便器に入れてるだけじゃない？髪もったいないな。ごめんごめん、疑ってたわけじゃないんだよ。掃除中みたいだし、私たち2階トイレに行くね。わかればいいのよ。ふんって、本当に臭すぎるんだけど。トイレって掃除しないとこんなに臭くなるものなの？少年団様もトイレに来なくなったし、私が掃除する理由がないわ。
また貧乏人にやらせましょう。とりあえず臭くてたまらないから、私も2階トイレを使うわ。はぁ、なんか2階トイレも臭い気がするわ。え？雨？トイレの天井から雨？いや、でもなんか臭っ！あぁ！これ水じゃないわ！汚い！臭い！3階のトイレで何が起こってるの？エリカちゃんが慌てて3階トイレに駆けつけると、うわー！便器から水が溢れてるじゃない！これはエリカちゃんがやったらしいよ。違うわよ、私じゃないわ。あ、そうだ、奏でよ。貧乏人のせいに決まってるわ。奏がトイレを我慢しすぎて大量にしたから便器から溢れたのよ。その説明はさすがに無理があるでしょう。じゃあ私がやった説明はできるわけ？うん、これはエリカちゃんのせいだよ。はあ？説明してみなさいよ。おやおや、これはプニ校長。エリカさん、もしかしてトイレ掃除をサボりましたプニね？もし掃除サボったとして、それでこんなに便器から溢れる？そんなことないでしょ。それがあるんだよエリカちゃん。だってこのトイレはね、この前私が使った時のこと。トイレ流そう。え、ちょっと何、水が逆流してくるんだけど。この現象をプニ校長に相談したところ、業者さんが来るまで1ヶ月ぐらいかかるプニ。じゃあそれまで見回りも兼ねて私がこまめに掃除しますよ。その方がトイレも詰まりにくいと思いますし。助かるプニということなんだよ。だから掃除をサボったことでまた詰まってしまったと思うプニ。聞いてない、そんなこと聞いてないわよ。だから私のせいじゃないわ。はあ、でもやるって言って掃除しなかったのはエリカだろ。少年団様、しかも奏にトイレ我慢させてさ。お水まみれになっても自業自得だな。綺麗なトイレと心プライスレス。エリカが濡れてるのって便器の水かぶったからなの？道理で臭いわけだわ。ちょっとこっち来ないで。ちょっとこの白状者。そういえばさっきさ、エリカが掃除するふりしてトイレットペーパー大量に流してたじゃん。あのトイレットペーパーがとどめになって溢れたんじゃない？いや違う。そうだったプニッカー。被害がひどくなったから修理費がかさむなと思ってたけど、そういうことならエリカさんに請求できるプニ。なんですって？踏んだり蹴ったりだな。さすがにかわいそうだから水を恵んでやるよ。アルト様。あ、でも臭いからこっちに近づくなよ。投げるからな。ありがとうございます、アルト様。でも今は正直、飲み水よりシャワーの方が。はあ？俺が恵んだ水が飲めねえってことか。そんなこと許されると思ってんの？ええ、飲みます、今すぐ全部。その後エリカちゃんは汚れた姿のまま2階と3階のトイレ掃除をする羽目になった。しかもトイレを我慢しながら。もうダメ、漏れちゃうよ。もちろん工事が始まるまでのトイレ掃除も毎日エリカちゃんが行うことになった。ま、終わりよければ全てよしってな。あの時はトイレ使わせてくれてありがとうね。今回は神様が味方してくれたんじゃない？奏にはもともと神様がついてるからな。トイレの神様じゃないよ、貧乏神だよな。もういつも一言多いのよ。みんなもトイレ掃除しようね。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。業者の代わりに掃除受け負ってんだから、ただじゃなくて金もらえばよかったんじゃねえのか。その発想はなかったよ。だから貧乏なんだよ。ま、そういうとこが。ん？なんでもね。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてくれよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうぜ。